Hey, up? サンタです、えー、今回はですねちょっと遅くなったんですけども2018年の僕が選ぶ映画「ベストテン」をお送りしたいと思いますはい、えー、そういったことでね「えー、映画秘宝」っていう雑誌があるんですけど毎年僕はそこで、えー、映,画を映画館で見てきた映画を10本選ばさせてもらってるんですけどもね その雑誌ではね、いろんな映画評論家とか、ライターとか、役者さんとか、えー、いろんな方がですね、えー、映画を10本選んでいて、そのベスト10を選出してるんですけどもね、えー、ここ10年ぐらいやらせてもらってるんでね、えー、毎年、えー、映画を見に行くと iPhone に映画を見て、その感想をメモったりしてるんですけどもね、えー、今回ここで発表したいと思います。第10位です。<music> 第10位は「犯罪都市」カン・ユンソン監督で、えー、新幹線の役者マ・ソンドク主演なんですけどもねこちらは,まあ実,は実際に韓国で起きた、えー、事件をもとにしてるんですけども韓国の警察バーサス韓国の、えー、マフィアそれと中国からやってきた新興、えー、勢力の三つどもを描いたね、えー、犯罪者なんですけどもね、えー、マ・ソンドクのね魅力も爆発してるんですけども えー、中国からやってきたねあの悪いギャングがね、あのー、なかなかねこのね役者さんがねチャン・チュンさんっていうらしいんですけどねなかなかかっこいいですね、あのー、僕なんか漫画描く時の参考にしようなんて思ってね見たりしたんですけどで映像もねなんか北野武監督っぽい感じがちょっとしていて、えー、韓国の狭い路地とかをですね えー、ローアングルで撮影したりとかして走り抜けたりするんですけどね、えー、これもまたね、えー、僕好みでしたじゃあ次行きたいと思いますそれでは次行きたいと思います第9位はリメンバーミーですはいピクサー、Pixar、の「現代ココ」なんですけどまあココだとね、えー、ネタバレしてるじゃないかって言ってた人もいたんですけども日本の「RememberMe」っていうタイトルもなかなか秀逸だと思います でアニメーションなんですけどねピクサーの、えー、メキシコを舞台にしていて、えー、メキシコ人の家族を描いた話なんですけどあのなかなかいい傾向ですよねあの去年はあのクレイジー・リッチ・エイジアンとかねあのアジア人の、えー、アメリカ映画があったりとかしていて、ね、今まで全部白人のキャストに、えー、原作を置き換えようなんていう動きがあったみたいなんですけど。 クレイジー・リッチ・エイジャーの小説家もどうしてもこれはアジア系じゃないとダメだなんて主張して作ったらしいんですけどね。でこのココとかもね DVD, DVD とかブルーレイ買うとピクサーのスタッフたちがねあの実際にメキシコに行ってそのカルチャーを勉強しに行くドキュメントがついてるんですけどそこも面白いですね。でそのメキシコのねあの例えば子供たちが 段ボールみたいなのにお菓子入れて親が入れてくれんのかなでこうチリチリっと紙がついていてそれをこう棍ん棒みたいなのに叩いてね中からお菓子出てくるカルチャーとかねあと折り紙をねはさみでこう折って切り絵にしてあるものを街の中でカラフルに飾ったりするシーンが出てくるんですけど。 そういった意味でね、その、やっぱり我々が知らないね、我々って、まあ僕ですけど、僕が知らないメキシコのカルチャーがね、えー、知れてね、そういったところも興味深いですね。で、まあ家族向けの映画、子供向けの映画なんですけど、まあ死生観がね、描かれていて、まあそのメキシコの死者の日っていうのがあるらしいんですけど、日本でもね、お盆があったりとかして、そういった、えー、我々のお盆の カルチャーとメキシコのカルチャーが結構似てんじゃないかななんてことが分かったりとかして面白かったですじゃあ次行きたいと思います第8位はウィンドリーバーはねジェレミー・レナー主演でこの人はアベンジャーズでアイアン・ホークの役やった人なんですけど、えー、ウィンドリーバーっていうのはねワイオミングの方にある、えー、地名らしいんですけどもう 本当に雪景色っていうか冬の、えー、一面雪雪雪の、ね、中で、えー、少女の死体が現れてそこに、えー、FBI がやってきて、えー、どうなるかっていうクライムサスペンスなんですけどなんかねあの後半になるとねアメリカンネイティブのね村の人々のねあの暗部っていうかね暗闇がね、えー、なかなかあぶり出されてきてね そういったところも、ね、この作品にちょっとしたそのオリジナリティを与えてると思うんですけどね、えー、やっぱりねあの映画を見に行く時に今まで見たことあるタイプの,そのああこれもあの映画に似てんなとか全く差がないなとかそういうのだとがっかりしちゃうんですけどちょっとね何かしら新しい、えーなんかね、ものを、ね、その映画の中で発見できてたりすると嬉しいんですけどねじゃあ次行きたいと思います。 第7位はーですで日本だとね「ザ・アウトロー」っていうタイトルでね、えー、公開したと思うんですけどなんか母音,母音が来ると字になるって習ったんですけど字アウトローなんじゃないかと思うんですけどもまあ強調するときはもうザ・アウトローって言ったりすることもあるらしいんで、まあ、一概にねこう YouTube でこれ間違ってんじゃないかっていうとね後で自分がね赤っ端字書くっていうね ことになるんであんまりね知ったかぶりをしないようにしてるんですけどねでねデン・オン・シーブスはね、えー、ジェラルド・バトラー主演でオーシア・ジャクソン・ジュニアっていうのが、えー、アイスキューブの息子さんですよねであの「ストレート・アウト・ア・コンプトン、ね」だよねアイスキューブ自分のお父さんの役もね自分で自分で演じてたまあお父さんの役を息子さんが演じてたんですけど顔がそっくりなんですよねでアイスキューブのね確かセカンドアルバムのね、えー、裏表紙にね えー、本当に子どもの頃の、ね、子どもってったってもう3歳ぐらいの,そのオーシアとね、えー、アイスキューブが一緒に写ってる写真があるんですけど全く同じ表情をしてて例のこう何時何分だろう十、ね、10時10分ぐらいの、ね、眉毛になっていてね、えー、アングリーバードが、ね、2匹いるみたいな感じで <laughs> ちょっと面白いんですけどね。であと「フィフティーセント」も出てますよねだからそういう悪そうな顔のね人たちが出てるんですけども。 この映画、あの、なかなか面白かったんですけどね、後半の長い銃撃戦があってね、そこが非常にね、マイケル・マン監督のヒートにそっくりなんですよね。これもまたさっきの似てる似てないって話になってくるんですけど、似てて、まあ、パクリっていうね、悪口があるけど、まあ、オマージュっていう言い方もあるし、サンプリングっていう言葉もあるし、まあ、この問題はね、あの、こういったあの YouTube で簡単に片付けられないんですけども、えー、まあでも、 僕ヒート好きなんでねあの、好意的に解釈したんですけども。で、この映画のね、えー、出だしはね、うちの近所で撮影しててね、あのー、友達のカズくんとね、えー、カーソンガーデナカーソンかなまあ、ガーデナの、どっちでもいい、<laughs> ガーデナの映画館で見に行ったんですけどね、えー、カズくんが働いてるお店の近くのね、あのー、カジノがあるんですよ、でっかい。そのカジノを空撮するシーンから始まるんですよ、映画が。 で、まあ、ヘリコプターなのか、最近だとドローンなのかね、で撮影していてね、お近所じゃんで、その後に、えー、ドーナツ屋が出てくるんですけど、あのドーナツ屋ね、ちょっと見覚えがないんでね、多分映画のために作ったのか、まあ、別の場所で撮影したドーナツ屋だと思うんですよね。で、その後ね、あの、もう本当にね、大きいスクリーンで見たんですけど、あの、高速道路をね、 あのトラックが走るシーンをね非常にローアングルで撮影していてねで結構僕らは、えー、スクリーンの前方でねもう前から3列目ぐらいで見てたんですけどねグワーってこうローアングルの道路が見えてね気持ち悪くなっちゃうんですよねでまあこれ褒め言葉なんですけどあのそういうのがねあのスクリーンで見に行くねあの醍醐味だと思いましたじゃあ次行きたいと思います第6位は <music> サーチングですサーチングはね日本で公開した時には「サーチ」っていうタイトルになったらしいんですけどもうね「サーチング」でいいんじゃないかっていうねなんか違う意味になっちゃうのかなサーチングだと。サーチの方がなんかウェブのネット検索の検索みたいな感じが出るのかなどういった意図でその現代から変えていくのか分かんないんですけどねいろんなそういうことのせいでねあの英語をねあのアメリカに来て勉強しようと思うとね えー、日本語英語が多かったりとか、えー、映画のタイトルもそういうふうに違ったりとかしてねちょっと苦労したりするんですけどね結構もう2020年オリンピックもやるんで日本も国際化してきてるんでねあの映画のタイトルとか例えば「デンオー・シーブス」でもねもういいんじゃないかなと思うんだけどもやっぱりねあの映画を公開する会社の人たちはね、まあ、お客さん入らないと困るんで。 で老人もねご老人の方も結構映画館に足を運ぶ客層としては太い客層なんで「まあ、デン・オブ・シーブス」とかっていうのをおじいさんおばあさんが覚えられないって思っちゃうのかなわ、まあ、かんないんですけど「でサーチング」はねあの韓国系かなの役者さんが出ていてこれもまあハリウッド映画にしては非常に目新しい傾向だと思うんですけど。 で主演のねお父さんを演じたジョン・チョウはね、えー「スター・トレック」とかね、えー、ちょっと昔だと「ハロルド・クーマー」とかに出てた、えー、役者さんなんですけどね先日ね、えー、何年ぐらいだろう2000何年ぐらいだろうな、まあ、10年はいかないけど「ニックノラーズ・インフィニット・プレイリスト」って映画があってそのニックとノラがねあのー、なんかライブハウス行って ちょっと MC の男の人がこうコメディアン調にねあの叫ぶんですけどそれがあのジョン・チョウでしたね。で「サーチング」はちょっとね珍しい映画であのパソコンの画面とか何、えー、て言うかな iPad とか iPhone とかの iChat とかそのビデオ通話とか、えー、SNS とかの画面とかそういうのだけで構成されていてね えー、僕とかまだ英語のリスニングの勉強中なんでねあの結構わかりやすかったですねあのいろんなあの下に英語の字幕が出てくるんでね SNS だと。でまあその高校生の娘を持つこのお父さんがですねある日娘が誘拐されて、えー自分まあ、警察も当てにならないんで自分の力で探し出すってことで娘のフェイスブックとかそこら辺のこうパスワードを解読して。 え娘の SNS の世界の中入っていくとえ自分の長年知っていた高校生の娘の知らない顔が現れてくるっていうストーリーなんですけどまあなかなかえそういった切り口が斬新で面白かったですねじゃあ次行きたいと思います第5位は「ヘレディタリー」ですヘレディタリーはあの怖い映画でしたねあのー 綺麗な映画っていうかでこの監督のアリアスターさんという人は、えー、結構この映画でもてはやされてるっていうかねでこの監督アリアスターさんがこの作品の前に撮った「The s t r a n g e t Things About The Johnsons」っていう、えー、短編があるんですけどこっちも面白かったですね。 こっちはねあの黒,黒人の高校生がねあの自分の部屋でねあのなんか一枚の写真を見ながらオナニーするシーンで始まるんですよ。そしたら、ね、いきなりガチャッとお父さんが入ってきてね「ああごめんごめんごめんあのちょっと悪かったな」って「何にもお父さんは見てないから」って、まあ、見てるんですけどねガチャッと出て行った後に、えー、その息子さんの手元が映ると。 えー、写真がねその自分のお父さんの写真だったっていう衝撃的なシーンで始まるんですけどこれもねその短編を見るとねこのアリアスターさんっていう人の作風がねまあホラーなんだけども何遍か見ていくと、えー、笑えるコメディなんじゃないかななんていう。 風うに考えて見てみるとねなかなか何遍か見れる映画なんですよねでこの映画の中でねあの娘さんが出てくるんですけどねあのミリーシャピーロっていう女優さんね若いもう十六歳ぐらいの女優さんが演じてるんですけどこの人の顔がねとにかくなんかメイクしてんのかな怖い顔してんですよね、うん、ここも見どころの一つでしたじゃあ次行きたいと思いますはい 第4位です第4位は「シカリオ2」「デイ・オブ・ザ・ソルダード」「ソルダード」って「兵士」っていうスペイン語らしいんですけど日本代が「ボーダーライン・ソルジャー・デイ」ですねベニシオ・デルトロ主演のね、えー、第2弾なんですけど監督が、えー、前の監督と変わりましたねあの,の SFA が撮ってた監督さんは えなんだっけブレードランナーの新作とえ撮影がかぶっちゃったんで降りちゃったと思うんですけど2の方があの銃撃戦も激しいしうーん2の方がかっこよかったかななんつって <laughs> えこれもねあのなかなかおすすめの一本でございます <laughs> じゃあ次行きたいと思います第3位は「スパイダーマン」 Into Spider-Verse the これはあのフィル・ロードが脚本書いてるんですねフィル・ロードとクリストファー・ミラーのコンビっていうのは「21ジャンプ・ストリート」っていう実写とか、えー「曇り時々ミートボール」とか、えー「レゴムービー」なんていうねアニメなんかも手掛けてるコンビなんですけどこういうなんかちょっとセモ者っていうか、えー、ちょっと変わった面白い話を作る人たちが。 ネゴムービーとかスパイダーマンを手掛けるっていうのはあの面白い傾向ですよねでスパイダーマンのこの初めてのアニメ映画「イントゥ・ザ・スパイダーバース」っていうのはあの本当に予告を見た時にもうぶっ飛ばされちゃってこれはすごいアニメだなと思ってっていうのは。 あのもう油絵みたいなあの絵が動くんですよねあのパソコンのソフトで言ったらペインターみたいなあのソフトで描いた絵が動いてでたまにドットもそのまま表現してまあそのアメリカンコミックの,その漫画がアニメになったようなさらにアニメになったような絵なんですけどもともと漫画が動くからアニメなんでしょうけども。 アニメになるとドットとかその線画とかがちょっと変わってきますよね。で、それをさらになんか一回先祖返りさせて、えー、編み込みっていうか漫画の絵が動いたらどうなるのかっていうのはね、ちょっと僕もね、今アニメとかトライしてみたいんでね、あの、こういった作品が出てくるとね、非常に、えー、刺激を受けちゃいますね。あのーで、話も面白いなんてみんな言ってたんでね、<laughs> みんな言ってたっていうのは <laughs>。 ちょっとあの僕も勉強中なんですけどねあのいいと思います <laughs> 適当なこと言ってますけどまあそういった感じで、えー、第3位がスパイダーマンイントゥーザスパイダーバースでしたじゃあ続いて第2位です 2> 第2位は I Feel Pretty です I Feel Pretty はねあのエイミー・シューマーというね女性のコメディアンが主演でえー、なんかね あの自分の大好きなあのタイプの映画があるんですよ。でそれが何の何兄だだったっけ <laughs> 名前が出てこないなあの要するに「愛しのローズマリー」とかね「愛しのローズマリー」ってあのジャック・ブラックが、えー、エレベーターで魔法にかけられちゃって、えー、要するになんかすごく面食いの男だったんでもう美人としか付き合いたくないとかってごねてたら、えー、魔法にかけられちゃって、えー、心の綺麗な人は、えー、美人に見えるっていう。 魔法なんですけど今回の, I feel は、ね、あの,このエイミー・シューマーがねあのなんかな何があったんだろう何がまあ何があったっつったらまあ出だしのシーンで、えー、なんか自転車に乗るスポーツジムですっ転んじゃってでそこからなんか自分は美人になったっていう勘違いを起こしてでそのまあドタバタコメディーみたいなのがそこから展開されていくんですけどもそこがまあその。 美醜っていうものに対するそのテーマなんですけどあのちょっとねこの映画をね微妙にさせてるのがねエイミー・シュマーがねあのその言うほどブ,ブスじゃないっていうところなんですよね。見方によっちゃセクシーだし多分エイミー・シュマー自身も自分のことをねそんなにあのブーちゃんだと思ってないっていうかねあの相席スタートのあの女性の方も言いますよねなんか。 えー、ちょうどいいブスでしたっけなんか相席スタートの人が書いたコラムだか小説が日本でドラマになってでそれでなんかそういうようなタイトルだったんでしょなんかあのちょうどいいブスみたいな。でそれが、えー、制作発表がされて放送直前でなんかテレビには不向きだって文句言う人がいてなんか全然違うタイトルになっちゃったんですけど。 ななんんんかかそういういいののがねねあよよくわかんないんですよ、ね、誰が怒ってんだろうあの、ま、僕もこの動画でブスっていう言葉を言うのはばかられてるんですけどなんかひどいって <laughs> ひどいって怒ってる人が <laughs> まあ自分のことブスと思ってんのかなんかそれか自分では自分のことブスと思ってないけど「ひどいじゃない女性のことブスって言うなんて」っていう人が怒ってんのかなんかちょっとよくわかんないんですけどね。あの、ま アイフィル・プリティ y のはねあの、エイミー・シュマーはね、トレイン・レックという映画に主演してたんです。初主演がトレイン・レックでえ、僕の大好きなジャダー・アパトー監督が、まあ、プロデュースした映画で、ジャダー・アパトーはね、エイミー・シュマーにね、あのなんか、エイミーの生い立ちを聞いたらね、おもろいから、まあ、映画にしてみろって言ったのかなで、エイミーが脚本を書ってきて、そのエイミーの脚本をそのまま映画にしてるんでね。 結構、ね、あのジャド・パートはそういういことすするんですよねあのコメディアンの人生を映画にしたりとかしててで今ねあの今ってかもう何ヶ月もかけてねエイミー・シュマーのね自伝、えー、をねあの読んでるんです読んでるっていうかもうオーディーブルで聞いてるんですけどねそういった経緯語ってますねエイミーはねで「トレインレック」っていうのはなんか電車の交通事故って意味だと思うんですけどこっち面白かったですねトレインレックはねでまあアイ・フィリップ・リティも面白かったんですけど あのー、もう近々ねアメリカで公開になるね「Isn't It Romantic、ね」違うかな it romantic? っていうね映画があるんですで「Isn't It Romantic」はねレベル・ウィルソンっていう、ね、女優がね「ピッチパーフェクト」とか「ブライデー・メイズ」とか出てたねちょっとぽっちゃりしたレベル・ウィルソンが主演なんですけどなんかね予告っていうかなんかそこら辺見るとこの「Isn't It Romantic」 がね、I feel pretty にすごい似てんじゃないかなととと思思っっってててちょっと見てみようと思ってんですよなんかこれもなんか美人になったって勘違いした系の映画かなもう系っていうかもうそんな系がないんですけどでそのレベル・ウィリソンとエイミー・シューマー多分バチバチ来てると思うんですよねあのキャラがかぶってるっていうかねちょっとオブス系だけどちょうどいいブスっていうか、まあ、ブ,スブスって言葉きついですね。えー ただね、あのこの「Isn't It Romantic」の方はね、1週間か2週間、アメリカの映画館で公開したらね、すぐもうットフリックスに上がっちゃうっていうんでね、多分日本でもね、あの同時でネットフリックスに上がるんでね、なかなかいい時代になってきてるんですよね。だからちょっとこれ試してみたいと思う、まあ、I Feel Pretty とのなんか相違点をね、ちょっとチェックしてみたいと思ってます。楽しみにしております。 じゃあついに第1位いってみたいと思います2001年私井上さんたが選ぶ、えー、映画第1位はジュリエットネイキッドですジュリエットネイキッドはですね、えー、もう見た後すごい面白かったんで動画を上げたんであの概要欄にちょっと貼っつけておきますけどぜひ見てくださいあの僕はつくジュリエットネイキッドについて語ってますんで、えー、ジュリエットネイキッドはですねニックホンビー っていう小説家の原作をもとにしてんですけどね。ニック・ホンビーはね、僕の大好きなハイ・フィデリティとかね、「アバウト・ボーイ」とかの小説家です。あの本当に、えー、こう、軽妙者脱なね、大人の恋愛小説を描いてるニック・ホンビーさんの原作なんですけどね。これを、えー、主演がクリス・オドワード、それからローズ・バーンで、イザン・ホークが タッカー・クロウっていうね、伝説のロッ所を演じてるんですけどね。このイーサン・ホーク演じるタッカー・クロウに、えー、このクリス・オドワード演じるダンカンがね、非常に、えー、大ファンでね、超もうブログっていうかもうホームページ立ち上げて研究してたんですよね。で、そのダンカンとあのローズ・バーン演じるアニーがね、あの席は入れてないんですけど、カップルでね、えー、仲良くしてるんですけど、別れちゃうんですね、二人が。 で、そこに、えー、もうダンカンがすごく憧れてたねタッカークローが来るんですけどね。まあ、この話、あのー、別の動画でしてるんで、ぜひ見てほしいんですけどね。あのー、一緒に飯を食うんですよ。自分がずっと憧れてたミュージシャンと一緒に、その自分が憧れてたミュージシャンが自分家やってきてて、ご飯食べれて、もう聞きたいことがいっぱいあるんですよね。で、あのー、アルバムも良かったですとか、このアルバムはうわも,うも、俺もう自分にとってクラシックですとか大好きですとかってずっと言うとね、うん ダンカンがあ、ダンカンじゃなくてね、タッカークローがね、いきなり怒り出しちゃってね、やめてくれって、あんなアルバム全部クソだって言うんですよね。でそこがね、あのー、非常に面白いっていうかね、まあ、作った人にしてみればね、なんか大嫌いなものでもね、世界中の誰かがキャッチしてね、非常に大事にしてて、めでてるっていうかね、あのー、誰かにとった宝物になってるっていうのはね、えー、ものを作る人にしてみれば、まあ、朗報っていうかね、ちょっと嬉しい出来事なんですけどね。 このジュレット・ネイキットは日本で映画館でやらないとしても DVD D とか出るんですかねちょっとぜひ見ていただきたい。ぜひ見ていただき。はい。いかがだったでしょうか ?2018 年映画ベストデン、えー。非常にね、個人的なベストデンだったんですけども、皆様の感想などございましたらぜひコメント欄に書き込んでください。ではまた次回です。バイビー